前回まで主に光学設計者の思いについて話してきました。そのこだわりの光学設計を実際の繊維化するときにはプロジェクトチームが結成されます。その中では実はメカ設計者の役割がとても大きいのです。光学設計案が出てくるとすぐに製品化への要件を決めるのがメカ設計チームです。企画部門の考えを具現化するのもメカ設計と言っていいでしょう。私たちはメカ、光学、電気など開発全般を統括し、生産技術にも関わっていきます。製品の付加価値をどうつけるのかを考えるのもメカ設計です。オートフォーカスのスピードや堅牢性といった機能だけでなく、持ちやすさや操作のしやすさといった感触を追求するのも私たちの仕事です。しかしながらこれらの要件を詰め込んでいくと、最終的には小型・軽量化が大きな課題になります。これまでの2470も私が光学設計を担当し、メカの副担当を藤原が行いました。実はその時も手ブレ補正 VR の導入を検討しました。でも当時の技術では太くなりすぎて諦めたのです。その意味で今回の 2470VR は約10年越しのリベンジとなります。プロジェクトチームができる前から藤原とはアンダーグラウンドで設計検討を開始していました。実は入社当初、レンズ設計には変人が多いと聞いていたので、配属された時はやっていけるか心配に思っていたのですが、これまでの2470に携わってメカ設計の面白さと奥深さをさらに追求したいと思うようになりました。これまでの2470は設計当初はもっと太い設計でした。でも途中である部品を 0.1 ミリ細くすると中の構成がガラッと変わって外径を約10ミリ細くできることに気がついたのです。その際に人が持った時の心地よい太さについて考察を深めました。その時の経験から今回の設計スタート時に大事にしたのは、手に取った時の持ちやすさや操作のしやすさです。太さがどうなるかがポイントになりますので、コンセプトとして操作リングの径をまず決めることとしました。サイズからメカ設計を始めるというのはあまり前例がなく、難易度が格段に上がりましたが、リーダーの熱い思いを受け取りましたので、これは絶対に達成させたいと思いました。持った時の感触と操作感を追求するため、いろいろなモックを作って、中身の構成よりも先に理想のサイズを決めるといったユニークな試みからスタートさせました。今回 VR 化しつつ、光学性能をこれまでよりもさらに良くするために、常識から外れた光学設計を採用しました。ズームタイプを選ぶ際に、最初は他社も採用している凸閃光タイプという標準から望遠ズーム向きのズームタイプで検討しました。しかし全長は短くなるけれどとても太くなり、さらに極限の光学性能向きでないのがどうしても許せなかった。そこで光学の常識からするとやるだけ無駄なんですが、広角ズームでよく使う O 閃光タイプを検討してみました。これがやってみると意外といけそうだとなったので、メカ成立するかをダメ元で藤原に相談したんです。ちょっとしたアイデアがあって、光学タイプの違う製品のメカ構造を当てはめてみようという考えがあったので、大丈夫、できるよと答えたんです。この一言で他社にないタイプへ舵を切ることになりました。ただ実際には今までになく難しくて、とにかくメカ設計チーム5人の総力戦だったんです。全員で案を毎日出し合いましたね。これまでの2470もスリムですが、そこに VR を入れるわけですから、さらにスペースはなく、 0.1 ミリをめぐって光学設計と毎日やり取りしました。その中でこれまでのオートフォーカス用の超音波モーター SWM ではどうしてもメカが成立せず、小さくてしかもパワーアップした新しい SWM が欲しいと要望しました。まず SWM は約1ミクロンの進行波を回転エネルギーに変換してフォーカス光学系を駆動します。非常に高精度な部品加工が要求されますが、静粛な AF 動作を可能とします。今回メカ設計からその要望を聞かされた時には、要求レベルの高さに戸惑いました。
従来より狭いスペースに SWM を押し込んで、さらにパワーアップも要求されているという非常に厳しい課題でした。それに対して部品の強度を保ちつつ数ミリ小さくして、しかも 50% パワーアップを達成できました。ボクシングでいうと筋力をアップしながら3階級してまで減量するようなイメージです。この SWM が実現できるかどうかが今回の製品化の鍵でしたが、思い通りの SWM ができましたので、そのサイズ、性能を余すことなく生かすためにメカ構成の工夫も行いました。結果としてこれまでの2470の AF スピードは高い評価をいただいていますが、制御の見直しも合わせて行うことでこれまでよりも約 1.5 倍速くかつ正確な AF が実現できました。 F マウントのニコールで最速レベルです。 SWM は非常に少ないパーツ構成です。そのためパワーアップのためには個々の部品の最適化を限界まで突き詰めないといけません。少なくとも100パターン以上は各部品にシミュレーションを繰り返しました。その中から最後は技術者の感性で最適な形状を突き詰めました。部品の最適化はもう限界までやりました。ここから先の設計は立体パズルのようなものです。まず入れなくてはならない要素はフォーカス、ズームの機構、SWM、VR、絞り機構です。これらを3次元的に配置して、さらに部品構成や材料、加工、組み立ても踏まえながら 3D CAD で延々と繰り返しました。もう無限ループにはだいぶ慣れましたね。 VR や絞り機構のメカ設計者とも協力しまして、結果としてくびれ補正効果は標準ズームでは最高レベルとなり、露出精度もとても高い製品になりました。